日本徳島県徳島市、あたかやすなりは、徳島県徳島市の町名。現行行政地名は、あたけ1丁目からあたけ3丁目。2009年12月現在の人口は2090人、世帯数は916世帯。郵便番号は、郵便番号770-0863。徳島市中心街の東に位置し、伊東地区に属する。 吉野川デルタ南部の一角をなし、南を新町川、西を福島川、北を住吉島川、東を沖野巣川で囲まれた中須の北東部を占める。東西に長く、西から1から3丁目が廃される。北は住吉島川に架かる橋で上東町と、東は沖野巣川に架かる橋で北沖野巣と結ばれる。徳島県道38号沖野巣。 徳島本町線が東西に、市道が南北に通る。徳島藩の阿波水軍本拠地だった一丁目は、南隣の山和町と共に、徳島の伝統的地場産業である気候業の発祥の地であり、現在も工場が散在する。徳島藩の阿波水軍が関営期に移された土地である。移転後の中心となったのが、東西230軒南北150軒の畑。 五役所である。その西方の原一丁目に水軍の将兵である御水氏が住む御水氏屋敷が置かれていた。あたかは町役人から独立した高い自治権を持っていた。このあたけ五役所は廃藩地県時に廃止され取り壊された。1966年にあたけ城一から六丁目末広町の各一部から現在の町名となった。 運路十三の出身地でもあり、運路の,の小説には、畑の名が地名として、しばしば登場した。福島との境の道路を越えたところにある、伊東公民館、伊東コミュニティセンターの県道38号に面した、石垣の上に、文学費が置かれている。この石踏みは1962年から1993年まで、徳島中央公園に設置されていたものであり、 改良工事の際に古い石踏みがこの地に移された。地名の由来は、紀の国室郡畑が出自とされる、畑水軍の一族が戦国期に三好市に仕え、大型軍船畑船を駆使したため、水軍の根拠地を畑と称したことにちなむ。この根拠地は、北西の大岡川右岸にあったが、関永年間に現在の畑にあたる状況。 中学校周辺一帯に移された、徳島市営バス。ありがとうございます。